今日のゲストビール、アサヒ生ビール、マレーフのナダコロンビアという継ぎ方を、一番右側にあるボールタップサーバーという海外製のビールサーバーから継いでいきます。ナダコロンビアは一度継ぎという継ぎ方の泡がとても消えやすい泡なので、泡が消えてしまうとビールの液面に空気が触れて酸化してしまいます。酸化してしまうと独特のえぐみが出てきてしまうので、なるべく消えにくいような泡の継ぎ方を考えられたのが、昔東京八重洲にあったナダコロンビアという名前の新井徳次さんという方です。新井さんも亡くなってしまった方なんですけど、伝説の注ぎ手と呼ばれてまして、新井さんが継ぐこの泡の上、あまりにも濃密だったので爪楊枝があったそうです。今では唯一の弟子さん松尾さんという方が新橋のビアライゼ98というお店で今でもこの継ぎ方を継承されています。麦の味わいをしっかり感じる継ぎ方、ナダコロンビア。泡が濃密なので、この泡振っても落ちないような濃密な泡が特徴です。今日のゲストビール、アサヒ生ビール、マレーフのナダコロンビアです。